ビデオジョッキー、またはビジュアルジョッキーとは映像を素材としてディスクジョッキーと同様の行為を行うものを指す。略称は VJ、DJ と同じく二通りの意味がある。音楽番組などで司会進行を務める職業、音声だけのラジオ番組の司会役をディスクジョッキーと呼ぶのに対して音声と映像の番組の司会役という意味がある。MTV 内で発生し、 主に MTV やスペースシャワー TV といった音楽専門チャンネルで使われる。プレダタによる VJ 場所はジュネーブの図にて DJ が複数の楽曲を組み合わせて音楽を作るようにクラブ、コンサート会場で音楽に合わせてビデオ映像等を流したりライブで映像を組み合わせたりリアルタイムで制作したりあらかじめ作っておいた映像を流したりその手法は様々。 その歴史のオリジネーターは、現在、日本における先駆者的 VJ の一人として認知される、宇川直宏や、田中秀幸が率いるプリンストンが、松木や明など、他には当時日本に移住していた、イギリス人ユニットハイパーデリックビデオなどもいた。これらアーティストが、同時多発的に、クラブの壁面を、ビデオ映像で彩っていった。まだ、 VJ というカテゴリーは存在していなかった。この頃、ディレクターやフラッシュなどのソフトウェアをベースに VJ ソフトを制作する VJ が登場した。2000年代前半からプロジェクターによる空間構成やメディアアートを取り入れた VJ など、そのプレイスタイルが多様に細分化を始める。主な VJ ソフトウェアにはモジュール8、レザルーム、VDMX5、コヘなどがある。他にも、 ジッタ、オバンフレームワークス、シンダー、プロセッシングや MacOS 10に標準で添付されている開発ツール、クォーツコンポーザーなどのプログラミングソフトを使用し、さらなるリアルタイム性を追求する VJ も行われている。また、これらのソフトは再販によってリアルタイムにアルファチャンネル付き映像フレームを交換できるため、一つ PC 上で複数のソフトを連携して使用する。 こともある。スマートフォンの性能が向上し、2010年代前後には、スマートフォン、または iPad 等のタブレット端末と、プロジェクターがあれば、VJ が可能である。ありがとうございます。